先週の日経平均ですが、週間ベースで2400円を超える大幅な下落となりました。こうした状況の中で、今週は日米で相次ぐ企業の決算ですとか、今週末の日銀会合、そして来週のアメリカの FOMC、こういった金融政策イベントを控えるスケジュール感でもありますので、今後の相場展開がとても読みにくくなっています。 足元の株価下落が短期的もしくは中期的なトレンドにどのような影響がありそうなのか、まあ、こういったところが気になるところではあるんですけれども本編の動画でその点につきまして皆さんと一緒に考えていきたいと思います、えー、皆さんこんこにちは楽天証券経済研究所の土下です。 この動画ではテクニカル分析の視点で足元の相場の状況ですとか今後のポイント、こういったところを皆さんと一緒に見ていってます。このままですね、この動画をご覧いただきまして、もし気に入っていただけるようでしたら、いいね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。それでは早速なんですけれども、先週の日経平均の振り返りからしていきたいと思います。ご覧いただいているのが日経平均の冷やしチャートになるんですけれども、 先週末ですね、4月の19日、この日の日経平均の終わり値が3万7000トンで68円といったところで、前の週の終わり値と比べると2400円以上下落したような形となっています。 でですね、まあ足元の状況も確認していきたいと思うんですけども、ちょうどですね、2週間前の週というのは、色で塗りつぶされている部分、ここが示しているように、青い線の25日同平均線と紫のですね、この50日同平均線、この間のですね、比較的こう狭い範囲内で上げ下げを繰り返してきたといった状況から、先週はですね、このところから一気に下離れしていって、節目の株価3万8000円ですとか、あとは緑の線の75日同平均線。 ここも下抜けていって、まあ、ちょうどです、ね、この100日同平均線、この辺りで下げ止まったというような形となっています。で下段の MACD 見ましても、まあ、先月のです、ね、終わり頃に赤い線の MACD がシグナルを下抜けるクロスが出てきて、まあ、下向きの基調を強めているというところで、まあ、3月のです、ね、22日、この日の高値をです、ね、起点として短期の下落トレンドが発生したんですけども、よりです、ね、そのトレンドを強めるような 格好とととなってるといるうところですねじゃあ、この強めてきた短期のトレンド、どうなるかといったところをですね、もうちょっと深掘りしていきたいと思うんですけれども、このままですね株が下がっていってしまった場合、一、まあ、つですね、下値の目安となりそうなのが、この3万6000円どころになっていきます。今ですね、スライドでちょっと図を表示したんですけども、チャート過去に遡っていくと、今年に入ってからですね、1月半ばから2月の上旬にかけて、 この3万6000を挟んでですね、こうもみあついていましたので、比較的ですね、ここでの売買が行われてたまあ価格帯でもありますので、3万6000どころ下がってってしまった場合には、ここでですね、下げ止まれるかどうかというところで、まあ、ここからどんどん崩れていくというよりはですね、一旦この3万6000どころ、ここでですね、ちょっと粘りの動き見せるんじゃないのかなというふうに思われます。で、またですね、この1月半ばから2月上旬のタイミングというのは、前回の決算発表シーズン、 でで、もあるとというところでちょうどです、ねまあ、この後も予定表を見ていきたいと思うんですけれども、まあ、決算シーズン入りするタイミングでもありますので、まあ、タイミング的にもです、ねまあ、3ヶ月で,です、ねまあ、こう繰り返されているような動きでもありますので、まあ、下値は3万6000ころここがです、ね、強く意識されるかと思います。 またですね、この下げ方、ここにもですね、注目していきたいと思いますで。ちょっとですね、先ほどよりも期間が長めの日経平均のチャートになるんですけども、起点となっているのが、昨年の10月の終わり頃ですね、この時から日米の株式市場が上昇トレンドを描いていったというところで、まあ、ここを起点としていますで。ここからですね、先ほどの3月の後半の高値、ここまでのですね、上昇幅。 これに対して足元の下落というのが、まあ、どこまでの大きさなのかといったところをですね、フィボナッチリトレースメント、こちらで見ていきたいと思います。じゃ実際どうなのかなんですけれども、ちょうどですね、38.2%推しのところで先週のこう終値、ね、ここがですね、 つけているという形になります。先ほどですね、取引時間中の安値はこの100日同平均線、ここで下げ止まっている話をしたと思うんですけども、つまり、終わり値と安値がですね、ちょうどテクニカル分析の締めを意識されているといったところを見ると、ですね、まあ、下げ幅、確かに1000を超えるような動きだったんですけども、意外とですね、こう下値の目安というところが意識されているという感じからすると、まあ、冷静な面も覗かせているのかなというふうに思われます。 でですね、先ほどまあ3万6000ところ、下値の目安になりますよと言った数字についても見ていきますと、ちょうどこのフィボナッチリトレースメントの50%押し、反、まあ、値押しと呼ばれるところでもありますので、まあ、要は38.2%押し、ここからですね、このテクニカルのサポート、これ意識されて株が反発していけるのか、まあ、下がった場合にはこの50%押し、まあ、これもですね、まあ、別のテクニカル指標から見てもですね、意識されてくるというところが感じ取れるかなというふうに思います。 でですね、株価が上がっていった場合のシナリオについてもですね、考える必要があるのかなというふうに思います。まあ、比較的こう冷静な下げでもあったというところから見ると、まあ、株価が反発していく余地というのは十分にあるかと思いますので、そこら辺もですね、チャートで確認していきたいと思います。まずは先週ですね、下抜けていってしまった75日同平均線ですとか、3万8000円。 まあ、こちらの節目をですね、抜けきれるかどうかというところです。で、ここを超えていった場合なんですけども、いくつかですね、このチャート上に補助線引いていきたいと思います。この補助線のベースなんですけども、この3月22日につけた高値。 これ以降ですね、株価が高値をつけたところ、もうちょうどこの赤い点を示しているんですけども、それぞれのですね、この赤い点同士を線で、まあ、このように結んでいってあげて、これらの線を抜けていけるかどうかというところで、これを超えていければ超えていけるほどですね、買い入気が強いというところがありますので、株価上昇に勢いがつきやすいとなっていきますので、まず目先は3万8000円、もしくは75日円の回復、そこから先はですね、こう、 高値同士を結んだこのトレンドラインですね。ここを超えてくることで、買いの強さが試されるといった展開が株価が反発した場合ですね、まあ、想定されるのかなというふうに思われます。でですね、もう一つこう短期のトレンドといったところで、この動画でもたびたび紹介しております多重移動平均線ですね。こちらでもどのような変化があったのか、意味合いがあるのか、こういったところも探っていきたいと思います。 で前回の動画でもですね、紹介したんですけれども、ちょうど足元の状況と、あと、ちょうど1年くらい前ですね、昨年の4月から夏場にかけてる動きというのが、非常に似てるといった点に注目していました。で、この多重移動平均線とは別にですね、緑の75日動平均線、こちらを描いてるんですけども、どういったところが似てるのかなんですけども、まず上昇局面ですね、この75日動平均線とのまあ乖離を進めながら株価が大きく上昇していっていると。 で、天井圏でですね、まあ、2回ほど高値をトライする場面が見られてると。そこからですね、株価が下がってきているというところ、ここまでは似ているといった形ですね。で、まあ、昨年の時はですね、この後、株価がですね、3の2000円の節目、ここをですね、意識しながらもみ合いを繰り返していって、ちょうどこのあたりでですね、75日線とキャッチアップしてきて、この株価と75日同平均線の返りが修正されてくるという形で、まあ、比較的時間をかけた、いわゆる時間 時間調整という形で帰りが修正されていたといった形で、で前回の動画でもですね、まあ、こういった形で時間調整というのをこうちょっと想定していたんですけども、先週、ですね一気に株価が下げてきたというところで、もうすでにですね75日線との乖離が修正されて、しかもこれを下抜けているというところで、今回に関して言うと、時間調整ではなくて、値幅調整という形で、この乖離が修正していったという形になります。ででももう一つなんですけどど先ほどフィボナッチ のリトレースメントの話したと思うんですけども、この時もですね、帰りが修正された後、この株価が75日線を下抜けている場面が見られます。ちょっとチャートを拡大していきます。ちょうどこのあたりですね、やはり株価が75日前の帰り修正した後に、やっぱもう一段階株価がこう下がっているというところですね。で、これに関して言うと、 実はこの相場の起点とですね、このフィボナチルトレース、この天井をつけたところ、これをフィボナチルトレースまで追っていくと 38.、38.2%押しのところだったというところで、ちょうど足元と同じところまで押しているというところですね。となってくると、いわゆる帰りの修正という目標をですね、短期トレンド的には達成したという形になりますので、この多重量平均を見ていくと、またこう、げがですね、加速しそうな動き見せてはいるんですけども、意外とあっさりですね、反発するといった展開があるかもしれないというところ。 ですね、なので、先週のです、ね、大幅下落で、ちょっとこう慌ててしまうような心理状態に陥りがちかと思うんですけども、まあ、何気にあっさり株価を反発するという展開も必要かなというふうに言えるかと思います。でですね、短期的にはちょっとトレンドの勢い強めてるんですけども、反発の兆しがあるといった見方が成り立ったわけなんですけども、じゃあ、これが中長期的にはどうなのかという点にもです、ね、注目していきたいと思います。 でご覧いただいているのが日経平均の今度は週足のチャートなんですけども、ちょっと今回は対数チャートというのをですね、ご紹介します。で、この対数チャートって何なのかなんですけども、チャートのですね、左側のメモリのところを見ていただきたいんですけども、株価がですね、このように高くなるにつれて、このメモリの間隔がだんだん狭くなっていっていることが読み取れるかと思います。でいわゆるこの対数チャートというのが、出幅ではなくてですね、変動率。 ま、株価が何動いたかといったところに注目しているというところです。例えばですね、日経平均が1万円の時に1000円動くとですね、10%のこうインパクト、変動率になるんですけども、株価が4万円の時に1000円動くとですね、2.5%の変動率,率でしかないというところで、同じ1000円株価が動いているんですね。その時の株価水準によって、まあ、いわゆる相場に与えるまあ変動率、インパクトというのは、だんだん株価が上がるにつれて小さくなってくると。 なので、特にこう長期のチャートを見る際にはですね、こういった対数チャートが用いられたりします。で、今回このチャートで何を見ていくのかなんですけども、移動平均線になっていきます。まあ、ここで言うと、赤い線の13周。 青い線の26週緑の線の52指導平均線。これに注目していくんですけども、今の状況というのが、株価がですね、高い順に13週26週52週といった具合ですね、期間の短い順番に並んでいっているという状況になっています。で、この状況をどういうふうに言うかというと、まあ、ここにも表示させました。パーフェクトオーダーという状況となっています。つまりですね、短期、 中期、長期、まあ、13週、26週、52週の移動平均線がトレンドに沿って短い順番にですね、並ぶ状態ですね。これが下落トレンドであれば、下から13週、26週、52週という形になってきます。このパーフェクトオーダーが出てくるとですね、強いトレンドが発生していることのサインというふうに受け止められていきますので、このパーフェクトオーダーですね、まあ、移動平均線の角度ですとか、移動平均線同士の距離でトレンドの強さを測っていくというところで、足元、この13週、26週、 52週、移動平均線での間隔も空いてきているといったところが読み取れますので、まあ、週足のチャートで見ていく限りではりでは、ね、今のところ、まだ右肩上がり、上昇トレンドがまあ続いているといったところが読み取れるかと思います。まあ、ただこ、ね、ここのととろを拡大していきますと 先週の下落によってですね、この13指導平均線を下抜けて、さらにですね、大きく下離れしているといったところを読み取れるかと思います。要は強い上昇トレンドが発生しているときにですね、ちょっとこの13指導平均数を大きくこう、下離れするような線が出ているというところで、過去ですね、パーフェクトオーダーが出ている局面というのを今ピンクのところで囲みました。 で、同じようにですね、今回と同じように、この株価が13指導平均線を大きくこう下抜けるような動きを見せている場面というのが、過去ですね、3つほど挙げられるというところです。どの時期かというと、2015年の8月、2018年の2月、2020年の3月というところですね。まあ、ちょっとこう例で見ていきたいと思うんですけども、例えばここの局面ですね、2015年8月の時 でもやはりですね、株価が13指導平均線に沿ってまあ上昇してきたのが、やっぱここでですね、大きく下離れする場面が見られていると。で、2018年2月もですね、こう一気にこうストンとこう下げている場面が見られているというふうにですね、13指導平均線から大きくこう株価が下がっているといった場面がまあ感じ取れるかなと思います。で、ちなみにこの15年、18年、20年なんですけども、 それぞれチャイナショックですとかビックスショックコロナショックという形でですねなんちゃらショックという,うにネーミングされるぐらいですね大きな株価下落になって当時の相場がですねニュースとかでも 大きく下げているみたいな形でバンバン報道されたといったタイミングになっています。となってくるとですね、足元のこの十三指導平均線を株価が大きく下抜けるといった動きがですね、中長期的な株価の大きな下落につながるんじゃないか。こういったですね、一応仮説といいますか、見通しというのも出てこなくはないのかなというふうに捉えることができるかと思います。 ただですね、現時点においては、その可能性はまあ低いだろうというのがですね、言えるかと思うんですけども、その根拠としてですね、挙げられるのが、このビックス指数ですね。まあ、先ほどのチャートでも、この18年2月というのがこビックスショック。この株価下落に伴いまして、このビックス指数も急上昇して、さらに株価下落に拍車がかかったと言ったタイミングだったんですけども、まあ、そのビックスですね、このアメリカのビックス指数の動き、こちらもですね、見ていきたいと思います。 現時点でですね、21.36ですね、4月につけたビックス市の高値なんですけども、終値でいくとですね、実はこの境界線とされている20、ここを下回ってます。20を超えてくると相場が荒れるかもという経過感高まるんですけども、まだですね、先週あれだけの下落見せてはいるんですけども、終わり値で20を超えていないという状況です。 でまあ、過去のなんちゃらショックの時はどうだったかというと、チャイナショック、ビックスショック、コロナショック、いずれもです、ね、このビックス指数が50を超えるような、特にコロナショックは85を超えるような状況だったりしていますので、この当時と比べるとです、ね、まだ相場というのは株価の大幅下落というのをまあ想定してないといったところが読み取れるのかなと思います。まあ、もちろんです、ね、この後予定表とか、まあ、決算スケジュール、確認していきたいと思うんですけれども。 当然ながら、決算の動向ですとか、あとは金融政策イベントですね。これの動向。あとは、性格的情勢の動向。これによってですね、ビックス指数が上昇するという時にはですね、相場が荒れるかもしれないというところで、まあ、マーケットスピード2でもこのビックス指数の動き、まあ、見ることができますので、特にですね、今週はウォッチしていく必要があるのかなというふうに思います。 でですね、改めて中長期のですね、まあトレンド、週足で見ていきたいと思います。トレンドの変化をつかみたいというところで、ここでは3つのテクニカル指標を載せています。1つは MacD ですね。で、2つ目が、まあ先ほども紹介した多重移動平均線。で、3つ目が線形回帰トレンドというところで、コロナ食事につけた2020年の3月、ここを危険としてですね、相場の方向感を直線的に示したものですね。このプラス2シグマからマイナス2シグマまで。 示している部分ですね。この線が線形回帰トレンドという形になっています。で、まずですね、一つネガティブなサインが出ているのが MacD ですね。微妙なんですけども、足元ですね、この赤い線の MacD が青い線のシグナルを下抜ける、まあ、クロスが発生しているというところで、ちょっとですね、トレンドの転換の兆しが出始めているといった形になっています。 ただですね、それ以外のところ、まあ、例えば多重移動平均線であれば、まだ株価大きく下がってるんですけども、まだ株価がですね、この移動平均線の束、ここを下抜けきれてないというところと、期間の短い線がですね、いくつか何本かクロスし始めてるんですけども、全体的にはですね、バンドの束、まだ広い状況ですので、トレンドの転換というところにはもうちょっと時間がかかるのかなといったところは読み取れるかと思います。 でまたですね、線形回帰トレンドで見ていきましても、まあ、株価下落することによって、プラスの2シグマからですね、プラスの1シグマまで、このようにですね、株価水準、切り下げた形なんですけども、過去を振り返るとですね、このプラス2シグマからプラス1シグマまでですね、こう、下げていった後、しばらくは、プラスの1シグマと中心線の間でこう揉み合いながら、まあ、株価上下したりしていますので、まだ崩れているような状況ではないと。なので、今週発表される決算動向によってはですね、これがプラス1シグマから プラスの西マここまでです、株価上がるといったことも想定されますし、反対に中心線に向かって下げていくといったことも想定されるかと思います。ただですね、この中心線を下抜けてしまうと、しばらくです、ね、株価が浮上できないと、チャートの真ん中のような状況ですね。こういったことも想定されるかと思いますので、下値に関してはこの中心線、ここが意識されてくるだろうというところで、まだですね、全体的には、周足ベースの中長期のトレンドというのは崩れてないといったところが読み取れるかと思います。 以上を踏まえてですね、今週の予定見ていきたいと思います。左側が国内、右側が海外になるんですけども、国内の方ですね、週末にかけて、木曜日の25日と週末の26日、この日にかけて、日銀の金政策決定会合、こちらが開催されるという形になっています。で、海外の方ですね、例えば、木曜日25日にアメリカの GDP の速報値が出てきたりですとか、あと週末ですね、FRB が注目している指標ですね、 個人消費支出。この中の、いわゆる、こう、物価指数ですね。この値がですね、FRB が着目している、まあ、経済指標でもありますので、週末にかけて、まあ、だんだんとですね、金融政策のイベント。 特にアメリカでは来週ですね、4月の30から5月の1日にかけて FOMC 開催されますので、まあ、週末からは再びですね、金融政策の思惑、こういったところがですね、高まってくるのかなというふうに思われます。とはいえですね、国内の方、来週の月曜日が祝日で、まあ、お休みといったところありますので、3連休前のタイミングで日銀会合の結果を消化するといったスケジュール感なので、ちょっとここら辺のですね、金融政策イベントに対する市場の反応というのは読みにくくなっているという点にはですね、 注意しておきたいポイントかなというふうに思われます。またですね、決算がですね、日米で続々と発表されるというところで、まあ、先ほど全体的なイベントのスケジュール、まあ、週末にかけて集中してきますよという話だと思うんですけども、国内の決算もですね、週末になるほど決算発表する企業の数が増えてきているという形になっています。 で特にですね、今週はこうファナックですとか、ディスコですとか、あとはアドバンテストといったですね、半導体関連企業、まあ、こういったところもですね、決算発表していきますので、非常にですね、これまで相場の倹約だった部分ありますので、その半導体関連企業を中心とした決算動向、こういったところが注目されるかなというふうに思われます。で続いてアメリカの方です。アメリカもですね、こう例えば23日はテスラ。 24日にはメタプラットフォームズ、25日にはマイクロソフト、アルファベットといったですね、いわゆるマグニフィセントセブン銘柄の、まあ、多くが決算を発表するというスケジュール感でもありますし、あと週末にはですね、エクソモービル、シェブロンといった、いわゆるですね、エネルギー関連株もありますし、あとは警備敏感株としてですね、UPS、物流関係ですね、こういったところのですね、決算も発表される予定ですので、全体的にですね、相場の方向感、アメリカの方はですね、特に 注意されるような傾向にあるのかなというふうに思われます。 で以上を踏まえてですね、まあ、改めてこう日米の株式市場の動向というのもチェックしていきたいと思います。こちらのチャートもですね、この動画で何回も紹介しております。昨年のですね10月末を起点とした日米のですね注目すべき株価指数の当落状況ですね、まあ、指数化したものになっていくんですけども、やはりこう足元ですね、下げがきつかったのが、この半導体関連株で構成されているソックス指数ですね。これが大きく下げていると。 で、やはりハイテク銘柄といいますか、要はネガサ株が多いですね、日経平均も、まあ、その連動する形で大きく下げているという形ですね。まあ、それ以外の指数も軒並みこう下げているような状況ではあるんですけども、まあ、全体的にですね、やはりこう3月の終わりごろつけたピークからですね、4月に入ってからは株価が調整気味というところが読み取れるかと思います。 でですね、今回の動画ではですね、フィボナチリトレスメントというので、先ほど紹介しましたので、まあ、米国株のですね、株価指数もちょっとフィボナチで追っていきたいと思います。まずはですね、先ほどもチェックしていった下落が大きかったソックス指数ですね。こちらも このようにフィボナッチで見ていきたいと思うんですけども、日経平均はですね、先週末時点で38.2%しだったんですけども、ソックス指数はここも下回っていって、ちょっと50%しまでこう迫ってきているという状況ですね。なので、足元ソックス指数に関しては、ちょうどこの半値押しのところですね50、50%しで下げ止まれるのかどうか、ここがですね、注目されてくるのかなと思います。また先週の大きく下落したタイミングでですね、MacD がいわゆるゼロポイントラインを下抜けているといったところもありますので、まだこう下げが加速するよう 中も残しつつこの下値の目安としてこの50%押しこの辺がですね意識されてくるだろうといった状況かと思われます。続いてニューヨークダウです。ニューヨークダウについてはですねま軟、あ、調ではあるんですけども実はこう3 8000ドルのところでですね実はこう頑張ってるといった状況になっています。 で同じくこうフィボナチートレスメントで見ていくと 23.、23.6%押しというところで、まあ、先ほどのです、ね、ソックス指数、日経元と比べるとです、ね、まだ押し幅っていうんですかね、先ほどの比較するチャートでいくと、ニューヨーヨクダウのパフォーマンスで一番良くないんですけども、ただ天井をつけてからの観点で見ていくと、ソックス指数、日経元と比べると、まだまだです、ね、しっかりした水準で保っているといったところが読み取れるかと思います。で下下ののの MAC-D MAC-D 見ましてても赤い線の、D、がです、ね、この0ドルライン下抜けては るんですけどもちょっとこの角度緩やかになっているので反発できるような余地を残しているといった状況になっているかと思いますで続いて s p 500ですね s p 500も5000ポイント割れという形で先週の取引を終えてるんですけども同様にピボナッチルトレースメントを見ていくと23.6%押しというところでまあ、ニューヨークダウと同じようなところで今のところですね株価が一旦下げ止まっているという状況かと思います まあ特にですね、ニューヨークダウですとか、S、S&P500、例えばこうディフェンシブ銘柄ですとか、リスクヘッジ型のですね、例えばエネルギー株ですとか、そういったところが物色される動きがですね、反映されている面が、他のまあいわゆるこうグロース系と比べると、この下げの押し幅っていうんですかね、押し率が低い要因の一つかなというふうに考えることができるかと思います。 でですね、最後ナスダック、こちらも見ていきたいと思います。ナスダックについてもですね、やはりこう株価が下落している形なんですけども、こちらはですね、ちょうど23.6%押し、ここを下離れしていって 38.、38.2%押しまで、ここに迫ってきているという状況ですね。だいたい1万5000ポイントあたりが38.2%押しに当たるんですけども、まあもう一段階下げて、この数字で下げ止まれるのかどうか、こういったところが注目されてくるのかなというふうに思います。 まあただですね、先ほども中長期的な見方というところで、過去のですね、例えばチャイナショックですとか、ビックスショック、あとはコロナショックだったと思うんですけども、特にこのビックスショックの時とですね、今の状況に似てるのかなというふうなところは、ちょっと個人的にはこう感想として持ってます。と言いますのも、ビックスショックが発生する前というのは、いわゆるですね、程よい経済の成長とマイルドな金融政策っていうところでですね、要はいいとこ取りで、いわゆるこう適温相場、 ゴルディーロックス相場といったところ謳歌してたタイミングでですね、そんな中で強めのアメリカの経済指標が出始めてきたというところですとか、あとは米中の対立ですね、これが進展していってしまって、 ちょっと相場がですね、不安定化して、不安が先行していって、ビックシスが跳ね上がったといった形。それでですね、2018年の2月に株価が大きく下げていったといった経緯があります。で足元もですね、やはりこう、アメリカ経済のソフトランニング見通しの中で、早い段階で FRB が利下げをするんじゃないかというところで、ある意味こう、いいとこ取りで相場が上昇してきた側面がある中で、ここに来て、利下げのタイミングが後ずれするんじゃないかですとか、あとは地政学的リスクが高まってきたりですとかありますので、もしかするとですね、 状況によっては、不透明感より強まって、ですね、もう一段階こう株価が下がるかもしれないというところで、少なくとも、ですね、まだ現時点ではトレンドは崩れてはいないんですけれども、中長期的なですね、シナリオの見直し、こういったところがですね、ちょっと考え直さないといけないのかなという局面にまあ差し掛かっているのかもしれないなというところは、ですね、頭の片隅に置いておいた方がいいのかなというふうに思われます。 解説は以上になります。また来週もですね、まあ、こういった形でやっていきたいと思いますので、ぜひともご覧いただければと思います。またですね、楽天証券の投資情報サイト、トーシルでもテクニカル風林火山という週字のレポートを毎週月曜日にアップしておりますので、そちらも合わせてお読みいただければと思います。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。